11頭収まりました。スタートしました。先行争い、5番のアウスバール、1番のディナースタ、今日はスタートが決まって、2番のテーオーソラネルは今日は後ろからになります。5番のアウスバールが先頭に立ちます。7番のタイソー、かなり汗をかいていますが外を通って、8番のサウンドウォリアー、さらにその外9番プライムフェイズ、内1番のディナースタ、3番のアサケリリーと続いて2番のテーオーソラネルは中段から、その外に10番のレベッツァが続いて、後方の3頭は6番サジェス、外を通って4番名称ブレゲ、最後方11番アップデート、1コーナーから2コーナーのカーブです。5番のアウスバール、今日も先頭でリードは1馬身半です。第2コーナーからバックストレッチを目指します。7番のタイソーが2番手、1馬身差、3番手は2頭、外8番サウンドウォリアー、内1番のディナースタ、3番手4番手、1馬身差、3番のアサケリリが続きます。その外を通って残り 1200m で9番のプライムフェイズ、そして2番のテーオーソラネル、中段のインコース、中段よりもやや後ろです。10番のレベッツァが続いて1馬身差、6番サジェス、その外から4番名称ブレゲ、後方から2投目、残り 1000m、 1分から1分1秒ぐらいのペースです。最後方11番のアップデート、先頭からおしまいまでは12、3パシンといったところで3コーナーのカーブに入ります。5番アウスバール、マイペースで800切りました。リード1馬身半変わりません。7番のタイソー、少しジョッキーの手が動き始めました。3番手外8番のサウンドウォリアー、内1番のディナースタ、じっくり4番手、それから3番のアサケレディ、外を通って9番プライムフェイズ、馬群変わらず3コーナーから4コーナー、2番のテーオーソラネルはまだ中段の後ろのまま、そして10番のレベッツァが続いて4コーナーのカーブに入ります。先頭5番のアウスバール、マイペースで4コーナーから直線に向きました。先に動いた8番のサウンドウォリアが2番手から前を追ってくる、そして間1番のディナースタ、3番手7番のタイソー交代、代わって追い込んできた3番のアサケレディ、そして2番のテーオーソラネルも差を詰めて2番から争いに1段までやってきた。200を切って坂を上がる、2番5番のアウスバール、アウスバール先頭ですが2番のテーオーソラネル、それから